どうもコミーです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思うんですが、本日のテーマはちょっと前にも、もしかしたらあげたかもしれないんですけど、島型配置、これをですね、どう攻略していくかっていう、そこに関する、視点で送っていきたいんですが、これですね、今回その TH コンプリーターさんが対戦したこの韓国のクランなんですけどね、見事パーフェクトで勝っているということで、どんなようなアタックが多かったかっていうと、普段ですね、TH コンプリーターさんってかなり、イエティを多用するんですね。なのですけど、この韓国クラン、その対策がすごいしっかりできていたんですよ。みんなね、島型配置ばっかだったんです。で、それをじゃあ、TH コンプリーターの皆さんがどう攻略したかっていうと、それがですね、こちらになるんですね。今回の、動画合計4本ご覧いただきたいんですが、すべてに関して、同じようなアタックで取ってます。どういうことかっていうと、クイヒーを全部使っていくんですね。クイヒーディガー、クイヒーホグ、ないしはクイヒーディガーホグと。で、こういう島型配置ってどんな感じの配置かっていうと、これがこう1個の島ですよね。で、これがもう1個の島。ちょっとね、これ繋がっちゃってますけど、ここ若干ね。そんな風に2つに、こう、壁に囲まれた区画が分かれているような配置を、俗に島型という風に呼ぶんですが、これですね、二郎さん、これから見てもらう全部がそうなんですけど、果敢にもここに突っ込んでいくんですね、こういう風に。非常に、効果力。で、ダメージがものすごい集中するゾーンなんですね、ここって、こういう風に。なんですけど、それを、耐えきれるような、サポートをしながら突っ込ましていくというところが、まずですね、この攻め方、一連の攻め全部そうなんですけど特徴です。どうするかっていうと、こっち側、ないしは、こっち側を削っとくんですね。こういう風にカットするんですね。今回で言えば、これ突撃艦をここにこうぶつけて、こっちか。これですね、突撃艦をここにこうぶつけていって、これカットしてますよね。なんでダメージが、全部こっちからしかこう入んないんですね。そうなっていくとどうなるかっていうと、アーチャークイーンが生き残るんですね。この、壁の中の非常にダメージが集中する区画に入っても、こうクイーンが生き残ってくれると。生き残ってくれる結果どうなるかっていうと、この辺全部こうカットしてくれちゃうんですね、クイーンがこういう風に。そうなってくると、残ったルートってもうこうなりますよね。ここを、ホグたちが全部、流していって、そこに、なんていうのかな、ある施設を片っ端からこうなぎ倒していくという感じですね。インフェルノとか、あとこういうクロスボウのターゲットもみんなクイーンに向いてますから、当然ホグライダーに対する、ダメージっていうのは、下がりますよね。そういうことによって、後ろからロイヤルチャンピオンがついてるなんていうことも非常に重要ですね。このロイちゃんも。味方のロイヤルチャンピオンでこう勝利しているというところになってくるんですけど、このね、コンビネーション、こいつをここにぶつけていくという感じですね、これ。で、こういったヒーローたちも、処理していきながら最後までホグライダーを回し切るということですね。クイーンがこう最後まで生き残る、これがですね、非常に大きな特徴です。これができるかどうかで、かなり結果が変わってくるって言ってもいい、過言ではないですね。これが非常に重要ということになりますね。いやー、しかしね、やっぱりこれ勇気がいると思うんですね。ここに突っ込ましていくのは。ただ、今の環境なんでそれができるようになったかっていうと、二つ理由があって、一つは、これ突撃艦これですね、このセット。こいつらがいるから、できるっていうのが一つ目。あと、こいつですね、ロイヤルチャンピオン。これがいるっていうのも大きいです。これがどちらかを使うことによって今言ってるのはサポートが可能になる。それがですね、今この現環境において壁のその隙間部分に、アーチャークイーン、クイヒーの形でこう流し込んでいくことができるということになりますね。で、今回のこちらの攻めっていうのは今言ったロイヤルチャンピオンのパターンっていうのを使っていきます。どういう風にアプローチするかっていうと、このクイーンをここをずっとこう歩かしていくんですね。そうすることによって全部ここをこうカットしていく。カットしていきながら、ロイヤルチャンピオンですね、こいつをここにぶつけていくんですね。
そうすると、この辺の施設ってのがこれカットできちゃうから、ダメージがここ入んなくなりますよね。そういうですね、効果が、得られるというところで、アーチャークイーンがしっかりこの壁の中で生き残ることができるわけですね。でさらにこのロックボマ、突破兵器も侮れません。ここしっかりですね、バルーンに、フリーズを使っていって、ここもしっかりこれ折っていってますよね。これ当てて、これをこっち、ロイヤルチャンピオンこっちっていう感じで当てていきます。そうすることによって全部ここをこうカットしちゃうんですね、綺麗に。あとはアーチャークイーンが中央にこう向けてどんどん歩いていく格好が出来上がるというところですね。まあここはちょっとですね、今援軍処理のところでクロークを使っちゃいましたね。これはもう意図的に使ったというよりは完全にもう使わされたんだと思うんですけども、それでもですね、もう全然、ここに関してはもうアドバンテージがもう取れまくっちゃってますね。一直線にこう進むルートが、出来上がっちゃってるんで、ここを一気にこうホグライダーとあとディガーで、突入していって潰していくという格好になりますね。で、ここですね、ちょっとまあ見ているときに余談なんですけども、ある程度こう施設が4つぐらいにこう分かれてますよね。こうでこれ割と幅が広いので、ここはホグライダーないしは、ディガーだけで回していくっていうよりは、まあ、ディガーホグを使うとこんな風にですね、ユニットがばらけてくれるので、結果的にこう面で押し上げる効果が生まれて、まあ時間の短縮、時間切れ防止にもなりますし、あとはヒールの呪文だったり、あとはグランドオーデンのトームだったり、まあそういったものがですね、より効果的に刺さる、ということで今回、ランボさんはディガホグという選択をしたのかなというふうに思います。ディガホグの方が楽ですよね。ホグライダー単体とかにしちゃうと、横からこう、サージカルっていうんですかね。ホグライダーがばらけないようにうまくこうね、誘導をするための、補助ホグライダーを出していかなきゃいけないんで、結構これが大変だったり、しますのでね。ディガホグにすれば面で一気にそのままドーンと押していけちゃうというところは、まあまあ、攻めの難易度を下げる結果につながるのかなというふうに思いますね。はい、でですね、こちら K さんですねのアタック、K さんは、実は関西クラクラクラブにもサーバーかアカウントを置いてくださっていて、何を隠そうって隠すこともないんですけど、私がこう今ですね TH コンプリータさんで配信をさせてもらっているのも K さんの取り計らいというかね、ご依頼を K さんからいただいて今に至っているという、まあ、そんな方ですが、ここですね、インフェルノ、これをクイーンで落とせるのがものすごいこれアドバンテージです。ここを見逃さなかったですね。おっとっとすいません。で、クイーンはどんどんとこの壁の中にこう歩かしていきますね。これが非常にですね、まあ、勇気、なんかすいません、見せまくってますね。非常に勇気がいることなんですけども、しっかりバーバニアキングがこれ先導してくれたのはおそらく偶然だと思うんですが、そのおかげでクイーンへのダメージが少し下がってもう余裕が出てますね。一方で、ここはちょっとね、ロイヤルチャンピオンとバーバリアンキングに捕まって、これ、若干イエティが止まったものの、突撃艦ですね。やっぱり、まあ、突撃艦ないしは、ロイヤルチャンピオンっていうのを、補助に使っていて、今回は、ここの全部火力を削いでいきましたね、こういう風に。削いでいったんで、アーチャークイーン、どんどん入っていってますけども、ここにいますよね。ダメージはもう、この辺からしかこう、ほぼ入ってこれないような状態ですね。なので全然ダメージとしては少なくって、何の問題もなくですね、アーシャークイーン生き残って、中央から、後から出てくるこのディガー、あとは、ホグライダー部隊を援護していってますね。まあ、今回の、この相手の陣っていうのもやっぱりこう4列ぐらいあってね、ディガー単体ないしはホグ単体にしちゃうと、ばらけたりないしは、一点突破的な形になってしまって、あまり効率が良くないんで、やっぱりディガーホグを選んでいってますね。まあ、こんなにですね、この TH コンプリーダーさんって、ディガホグを多用するような、チームではないんですね。どちらかというと、イエティが多い印象なんですが、まあ、こういうふうに、イエティ対策がしっかりされている相手には、まあ、それを逆に逆手にとって、こうね、ディガホグだったりで一気に押していっちゃうっていう、まあ、そういううまさがありますね。まあ、今回のこの動画の、なんて言うんでしょうね、アタックっていうのは、まあ、結構、いろんな場面で使える、ことが多いと思うので、こういう島型配置ってまだまだこれから増えると思いますんでね。
ですね、ぜひぜひ、まあ、そこら辺っていうのは参考にしてもらえたらなと思うんですが、ラストです。これも K さんのアタック。まあ、K さん今回、こういう島型をものともせずにやってますね。最後はいいですね、イエティです。島型に対して、まあ、イエティでも、まあまあ、やれないことはないですね。で、そういう場合、どんな風に、まあ、アプローチしていくのかなというところをですね、最後、見てもらって動画を終わりにしたいというふうに思います。戦術的にはまずここですね、にクエイクの呪文をゴーンとぶつけていきます。で、さらにここに対してジャンプをぶつけていく。で、イエティたちは、ですね、ここから一気に、がっつりとですね、ガーンとこう流していくんですね。で、上の方にこう向かわしていくイメージ。で、さあ、じゃあそれをどうサポートするユニットを出していくのというところがまたポイントになってくるんで、見ていてもらいたいと思います。やっぱり重要なのはここですね。ここのカットをどういう風にするか。ここが非常にポイントになってくるんですけども、使っているのは投下兵舎ですね。こいつがいるおかげで、ペッカとウィザードがしっかりとここのカットに走ってくれていますね。で、さらにまだロイヤルチャンピオンを温存していると。さあ、こいつがどこから出てくるのかというところにまあ注目なんですけども、まあ、そんなこと言ってるうちにもイエティは中央で暴れまくってますね。かなりいい感じ。で、東海社の中からもホグライダー。そしてホグライダーの後ろから、ロイヤルチャンピオンを出していくんですね。この順番が非常に重要です。あのですね、まあもう分かっている方結構いるかもしれないんですが、ロイヤルチャンピオンプラスホグライダーの相性ってめちゃくちゃいいんですね。で、その2人のコンビネーションを使って、今言ったここ、完全に潰していってますよね。ホグプラス、ロイヤルチャンピオンですね。これだけで潰していくという感じ、ここを。これやばいですね。こういうテクニックってやっぱり、いろんなところで応用ができるので、いろんなまあ攻めの中でね、光ってるなと思うポイントっていうのは、やっぱりその配置だけに刺さるような得意戦術っていうわけじゃなくて、まあまあ応用幅のあるものとして、頭の片隅に置きながら、見かけた場面で使えそうだったら使っていくっていう発想がやっぱいるのかもしれないですね。私もこのテクニックっていうのは、いっぱいこういろんな人の攻めを見ていて、まあ、動画にもさせてもらっている中で、なんか共通する部分があるなということで気づいたんですけど、ホグライダーと、あとその、ロイヤルチャンピオンを出すと、ホグがロイちゃんの盾になるんですね。で、どん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 一緒にペアになって進んでいくんで、攻撃力がすごい高いロイヤルチャンピオンを最大限に活かせるパートナーってやっぱホグライダーなんだろうなと思います。そこをですね、一緒に出してあげると、まあ、かなりその、コンビで、いい活躍をしてくれるというところですね。さあ、まあちょっとですね、余談が今入っちゃって、本題の話が何だったのかわかんなくなっちゃったかもしれないですけども、こんな感じですね。無理やりこの壁の隙間、この隙間に、ここにイエティを通していくという感じですね。イエティを通していって、呪文でこういうところの壁を開けたりしながらイエティたちが入っていけるようにこうね、サポートしてあげる。で、残ったところ、こういうところっていうのは、ホグプラス、ロイヤルチャンピオンという感じで潰していく。まあ、そんなような感じですね。まあ、さっきのディガホグに比べると、なんとなく、安定感というか、その再現性に関して、た感じ難しさを私覚えるので、まあ、個人的には、ゴレホグじゃないわ、ディガホグでいけるんだったら行った方がいいのかもしれないですね。まあ、今回の相手の配置っていうのは、どうしてもですね、なんていうのかな、こっちの島とこっちの島が、どちらかを、突破兵器ないしはロイちゃんだけで落とすっていうのが難しかったんで、少しアプローチを変えて、中心部を歩かせながら、ここに関しては、イエティ、こっちに関しては、ホグプラス、ロイちゃんというね、まあ、コンビを使って、アプローチしていたと、まあ、いうような格好になってますね。まあ、そういう風な見方もできるよということで、まあ、ご参考までに、最後1本イエティでのアタックっていうのを、開けさせてもいただきました。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。